なで目の結膜が傷ついた患者に iPS 細胞から作った結膜の組織を移植する臨床研究の実施を来年度中にも学内の審査委員会に申請したいです。研究を行っているのは大阪大学の西田浩司教授のグループです。人の iPS 細胞にダミニン511というタンパク質を加えて1ヶ月ほど培養しました。そしてできたのがこの細胞の腐敗です。同心円状に4つの層が中心に近いところから順に神経、網膜、水晶体、腹膜など目の組織の元になる細胞がそれぞれまとまってできていたということです。患者さんへの、治療に応用したいというそういう思いから始めたというのがありますので、そういう我々の思いが達成できる見込みというのが今回の成果からかなり見えてきたなというふうに思います。東日本大震災の発生から明日で5年です。50代の息子も衰弱した状態で病院に運ばれました。玄関には新聞が溜まったままでした。富岡町によりますと震災から5年になり生活再建が遅れている世帯では面会を拒む人がいるなど見回り活動はより難しくなっています。